こんばんは。今回は、覚えて効率アップ、便利なショートカット。おお、なんかちょっとキャッチーなタイトルですね。皆さん、ショートカットとか使えてますか？使えるようになってくると、結構素早く確認できるようになったりして、結果的にそのクオリティもね、上がったりするみたいなこともあるので、今回なんですけど、塾面の皆さん向けの配布データでは、ショートカットの表をプレゼントさせていただきたいと、PDF 形式になっていて、塾面の皆さんがダウンロードしていただけます。で、まあ、見返したり、印刷していただいても大丈夫ですという。次が一時ワープ変形になります。で、一時ワープ変形というのは、これもショートカットが最初設定されてないものなんですけど、これはどこから普段呼び出すかというと、クリックで呼び出す場合はこのバウンティングボックスのバツの下にあるここですね。これが一時ワープ変形ツールになりますね。で、まあ、これは即席でデフォーマーみたいな動かし方ができるっていう感じで、これも本当に便利ですね。これもやっぱりアートメッシュで動きをつけたいなっていう時には、このツールを使っていただくといいのかなと思います。まあ、ツール詳細でこう細かに分割点変えたりとかもできますね。あとはここで変形を終えたらここで決定を押すのを忘れずにっていう感じですかね。このツール、これも初期設定ではショートカットが設定されてないので、まあ、塾のおすすめとしては、コントロールシフト W っていう風にさせていただいています。ショートカットに登録しておくと、まあ、結構便利な使い方があって、この右上の変形方法で変えれるようになってます。で、ここを変えていただくと、まあ、回転だったら分かりやすく回転しかしないみたいな感じで動き方が変わるっていう感じになってますね。で、次がフォームのコピペブレンドになりまして、まあ、これも本当にものすごく使うものでありますね。これはライブ 2D 社内だとトップクラスでしたね。これは何かというと、目の開閉がついてると思うんですけど、このまつげ、この後メッシュですね。例えば閉じた状態、ここでコントロールシフト C ですね、を押していただくと、この形状をコピーできます。で、貼り付けるときはコントロールシフト V です。で、貼り付けていただくと、今閉じてる時の形状と同じ形に貼り付きましたねというのができて、まあ、これも本当によく使う機能かなと思います。うん、で、これは結構一部だけでもできるっていうのがポイントになってまして、例えばこの目尻だけ選んで、これをコントロールシフト C でコピー、開けた状態でコントロールシフト V で貼り付けすると、選択したところだけがその形にペーストできるっていう機能になります。これに似てる機能としまして、はい、フォームのブレンドっていうのもできます。そうですね、ブレンドも本当によく使う機能ではあるんですけど、コントロールシフト C でコピーするとこまでは一緒で、コントロールシフト B でブレンド設定っていうのが出ますね。これで適用度 0% だと元の形のままですけど、例えば 100% にするとさっきのコピーした形そのままですね。このどれぐらいの割合でさっきの形をブレンドするかっていうのを選べます。これがね、やっぱりかなり派生していくと、もう本当に無限大の使い方があるんですけど、例えばこれ今 1.5 でホタルちゃんは見開くようになってますね。これもこうキーを隔てて、この閉じる時の動きと開く時の動きが噛み合わない動きになっちゃうことって結構あるんですよ。カクッとこう動く向きが変わっちゃうみたいなことが起きたりするんですけど、そういったのを防ぐために、例えばこのキーがまあなかったとして、まあ、これから 1.5 の形状を作るぞっていう時ですね、時にはこの0の形状をコントロールシフト C でコピーしていただいて、この 1.5 の時にコントロールシフト B で、この時に今閉じた形状をコピーしてありますよね。で、閉じた形状から離れていってほしいなと思うので、なんとここマイナスが使えます、適用度が。なので、例えばじゃあマイナス20くらい、あ、ちょうど良さそうです。ですね、まあ、もうちょっと弱い方がいいかな。この辺はちょっと細かな設定になりますけど、はい、これで OK としていただくと、この0に移動したこの動き方とこう本当に真逆の動き方を 1.5 でしてくれるっていう感じになるので、この 1.0 を境にこうカクつきがなくなるっていうようなメリットがありますね。頭の形状を調整したいとかっていう時があると思うんですけど、最近はブレンドシェイプができたので、結構例えば前髪 S でソロ表示にして、この前髪のアートメッシュとかにもあのブレンドシェイプでこの揺れの2段階揺れとかの紐付けたりすることがあると思うんですけど、そうした場合には掛け合わせがブレンドシェイプで発生しないので、前髪にもこの XY のキーを打っても大丈夫ってなったりするんですよね。そうすると前髪のアートメッシュでも直接この X の形状を整えることができるっていう風になるんですけど、これもこの横髪とかを全部選んだ状態でキーを打って H で隠して Alt B で変形ブラシツールにして B ドラッグで形状ちょうどよくして、 X なのでシフトを押しながらずらすみたいな感じですね。あー、全部動かせちゃう。これでまとめて動かすこともできます。
これもかなり慣れてないとね、洗濯状態とかも隠れちゃってるので、油断すると今どういう状態になってるか分かんなくなっちゃったりとか、うん、そうなのでちょっと慣れないと難しいかもしれないですけど、こうすることでかなり直感的に絵を描くのにかなり近いような動かし方ができるかなと思います。